武田八幡宮は山梨県韮崎市にある神社。道志上山町北宮所の集落の西部にあり、旧社格は県社。本殿は国の重要文化財に指定されている。社殿によれば、822年に宇佐神宮、または岩清水、八幡宮の分霊を直名によって誕生し、地名から武田八幡宮と称したのが早々とされる。 一方で、海の国史は東急の別当寺である宝泉寺の記録に基づき、同じく822年に空海の夢の中で八万大菩薩が武田号に出現したため新史を構えたのを起源としている。なお、同書では、日本穂高の子である武田王が御殿を設けたことが武田の地名の由来であり、武田王が館の北東の祠を館内に移して祀ったのが、 武田武史大臣の起源としている。海の国には、伊沢八幡宮や、久保八幡神社など、武田氏により勘定された八幡社が分布しているが、海の国社記寺記によれば、清和天皇の頃に砲兵と車両の寄進が行われた、後武田信義が、武田八幡宮を氏神とし、社頭の再建などを行ったという。歴代の海国寺も造営を行ったという。 戦国時代には、回収後、武田春信が再建し、シャクラムナフダによれば、天文10年12月23日に春信は、大男主として、着死、武田義信と共に再建したという。この造営は、国主となった、春信の最初の事業でもあった。海の国社記、寺木によれば、天文10年の再建時には、内時期山保健新社の別党、阿ジャリ、坂井新が、 商談なとして再建に携わったという。永禄3年に信玄が国中の諸者に対して甲府の府中八万宮への参勤を命じた際、武田八万宮は、海国一宮の浅間神社など十社と共に参勤を免除されている。天正十年2月19日には、織田信長の公衆性罰に際して、武田勝頼の妻、 北条夫人が勝頼の武運を祈って、祈願文を捧げた。この祈願文は掛け軸に仕立てられ、県指定の有形文化財となっている。武田氏の滅亡後、会の領主となった徳川家康は、天正11年4月18日に車両を安堵している。また、社記によると、天正年間に平井は近吉に命じて、当社の造営を行ったとされる。 慶長9年3月23日には、境内での樹木伐採や、方法、諸薬の付加などが禁止されている。1622年に、甲府徳川家の家老が巡検として、由緒を調査し、修復料が支払われた。また、柳沢義康は、甲府藩主の時代に修復を行っている。安永年間には、社殿が大破して、修理を行い、 1853年にも修復されている。将軍や国主の代替わりの際には、準権役や役人が参詣し、国内が不穏な場合には、国主からの真事執行が依頼されたという。柳沢家からは、干抜の際に、雨乞いの祈祷が依頼され、初捕虜として、金300匹が支払われている。社記によれば、正月や祭礼の時には、勘主が、 甲府城の楽屋ぐるわまで、祈祷札を届け、甲府近番が、お手門まで出迎えたという、のよ柱。祭礼は、国家安盟、万民平優を祈願する者が多く、毎年8月14日の大祭には、国家長久を祈り、御輿が、宮久保村まで見行きして、神楽が行われたが、江戸時代中期には御輿を境内で動かすだけになった。また、前後の7日間は、 笹ぐ舎的神事があり、翌15日までは別当時の法然寺で別祭が執行された。祭練終了後の17日には、そぎ御神影を献上していたという。この他の神事としてなどがあった。本殿永六三年8月25日の、武田信玄社中上木写し、戦国遺分武田氏編から百五十九号、徳川家康印板上写し、 徳川家部行連書消門移し、ありがとうございます。